皆さんこんばんはこんばんはこんばんは。はい、ということで、キコナチャンネル本日はキコナ千里店から生放送です。お願いします。お願いします。ということで、あれ今日一人今日一人なんですよ。一人あれ店長は今日今日店長ね、忙しいみたいで忙しい来れたら来るみたいなことは言うてたんですけど、はい、まあちょっと一人でやらせてもらおうかなと。なるほど。まあ林ライスさん、はい、前回もね出てるんですけど、そうですね、前回ちょっといろんな人出すぎてちょっと名前がね大変な、もう埋もれてしまった感じだけど。そうですね、前回はちょっと大変やったね。幸薄い人やったんでね。幸薄い。まあ今日は全面で頑張ってもらいますので、お願いします。はい、皆さんいじっていってあげてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ千里店もね久しぶり、まあ1ヶ月ぶりぐらいかな、なんですけども。そうですね、はい、なんかお知らせもあるそうなので、はい、先にじゃあこれを聞いていってもいいですか。はい、9月4日もう過ぎてるんですけども、新大会させていただきまして、お、まあ北斗の剣王であったり、はい、窓巻き反逆の物語、はい、まあ、話題の機種などなどいろいろ入っておりまして、ちょっと緊張してるやん緊張してるやん。ちょっとさっきケンシロのモノマネしてたけど、ちょっとほぐすためにやっとく。ああおーおーおーおお、まあ、ちょっとね滑舌が悪いんで、そこはねご了承いただいて、はい、ゆっくり頑張ろう。お願いします。はい、でまた9月17日に機動戦士ガンダム鬼武者で、はい、ビンゴギャラクシーラブジョーと解禁しますんで、ぜひね9月17日ご来店いただけたらと思います。よいしょよいしょ、むちゃくちゃ噛んだな。もう滑舌がね、ちょっと緊張がいい味わい。あーざす。はい、まっちゃんがいないんだったら代わりに、ホワイティ歌ってください。ホワイティ、ホワイティ知ってます？ちょっとわかんないっすね。え、林ライスさんちょっと年齢聞いていい？29です。29。じゃあ鈴木亜美さん知ってる？はい。多分ね、視聴者が言ってるのは鈴木亜美さんのホワイキーのこと言ってるんやと思うんですけど、わかる？ビートギャザーしか知らないです。あ、じゃあちょっとビートギャザーお願いしていいですか？ビートギャザー、ビートギャザー、今夜は。あ、できる人なんや。できる人。わかりました。じゃあ何でも言ってください、皆さん。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日は林ライスさん、ちょっと一人で頑張っていただくということなんですけど、そうですね、はい。じゃあちょっと歌題を教えてもらっていいですか？今日はちょっとね、設定付きウルトラセブンをちょっと歌していただこうかなと思っております。よいしょ、やった、ゆうぱち。これめちゃくちゃ爆発力あるということで、そうですね、もう SNS では人気沸騰。じゃあこれを林ライスさんが打つ。そうですね、もうちょっと引きでどんどん出していきたいと思いますなんかこれ万発も狙えるらしいですね。いやもうこれやったらね、引き良ければもう2万発でも出るかと思いますよ。マジですか。じゃあ今日見せてくれる？もう任せてください。まあちょっと見せれんかったらちょっとね、やっぱいろいろね、ちょっとやっていかなあかんかなと。そうですね、まあちょっと、はい、前回がね、はい、当たり引くの早かったものの単発で終わるっていう最悪のオチやったんで、まあ、一応まあ一番下の設定でも、まあ、継続率 80% 超えっていうのがこの台の魅力らしいので、そうですね、まあちょっと見せてもらおう。じゃあ今日は頑張っていきましょう。お願いします。お願いします。じゃあ行きましょうか。はい、ね、行きましょう。林ライスさん、じゃあお願いします。一応3台あるけどね、どこ行きます？どうしましょうかね。やっぱ3台あるんやったらもう真ん中で真ん中行く真ん中、真ん中で行きましょう。あれ、なんか足跡が聞く、足音がセブン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 セブ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 、あれおったん、おったやん、何おったやん、ていうか噛みすぎちゃう、ちょっとだいぶね噛みましただいぶ緊張してたよ、滑舌が悪い悪い、あの短い間で6回ぐらい噛んでたよな数えてためっちゃ噛みましたね、どんだけ噛んでたよ。あ、どうも、はい、ということでまっちゃんお願いします。今日はじゃあいつもねまっちゃん店長って名前なんですけど、はい、今日はじゃあ松葉ライス、今日松葉ライスでいきますか林ライスと松葉ライス、どっちが美味しいんやろうな。そら松葉ライス、ね、松葉ライスね、何入ってんのやろ。はい、じゃあ今日は2台でやっていきます。はい、いきます。まあ、店長この台実はすごい気になってたと。そう、まだ売ってないんやけど、うん、はい、もうスペックだってもうときめいちゃった最初見た時。いや最強、まあ、今のユーパチでまあいい方ですよね。あ、めっちゃいいでしょこれきっと。うん、まあ、設定付きがねどうのこうのっていう方もおられますけど、そう、
いやいや、設定付き舐めたらあかんなと思いましたけどね。何今のここのサブ液晶が出なくなった、うん、あえ、どういうことディスカップ気になるわって言われた。ディスカップ打つ？あれ、ディスカップ打ってめっちゃ沈んでた人いた。ディスカップでもええよ。ディスカップほんまに言うてる？今日は。いや、視聴者がちゃんとついてきてくれるんやったらね。そうそうそう、全然、全然いいですよ。はい。また仕込んどけよかったな、ビッグ。いやビッグね。ビッグ仕込んどけ。またビタ押しがなんちゃらかんちゃらっていうね。そうそうそう。ディスカップこの間もなんかエビエ店ね、同じエリアのエビエ店が急にディスカップ始めたんですけど、うん、みんなシーンってなっちゃったからもうええわ思って、はい、まあ、今日はまあ見たい方もねおられましたんで、今日はじゃあウルトラセブン2をちょっと天井とね早めさげええとこちょっと見せてもらって、はい、3台ありますから、まあ言うてね、言うパチやから、いやこれちょっとうるさない音音下げていいですよ。どうやって下げる、あどうやって下げるん言うてもだけど、まあ、協力さんは最近スティックでねちょっと調整する感じか。光量は、はい、光量は1でいこうか、眩しければ、まあ、あれか音量2ぐらい、2でやります、2やな、うん、店長今日はブルーライトメガネちゃうんすかそれ。あ、これブルーライトカットですよ。今日ちょっと目をしないから大丈夫です、ね、そう今日は目をしないからめんどくさい、そうそうそう、今日はドヤ顔何回見れるか、あじゃあみんな見たがってるやんそれ。ええ、ごめん設定付きねってね、設定看板の要素もあるから楽しみですね、うん、とか、そうですね、じゃあ今日はちょっととりあえず皆さんね、うん、どんな感じか見ていってください。ついていくよ、そっと閉じるボタン押すけどね、ディスカップやったらいやいや、ずっとついてきて、はい、まず香ばしい、まずあれやな、はい、どっちが先に当たるかやな、そう、それはもうやっぱね、そこはね、はい、もうそこはやっぱり店長だろうが副主任だろうかも関係ないところ、やっぱ見せたもん勝ちになってくると思いますので、うん、まあだったら変わってもらいますけどね店長権限でね、お前変わるんだ言うて、そう、その時だけちょっとカメラ切ってもうそうですね、ちょっとしばらくお待ちください、はい、テロップ出しとくわ、初当たり対決、いやー言うてね、やっぱね設定付き、まあ一応ね初当たりのあれは変わりますけど、言うてやっぱ言うパチやからな、あ目がフラッシュしてますけどね、これなんやっけ、セブンアイ、セブンアイセブンアイ、まあまあセブンアイやけど、なんかあれやで、セブンイレブン今出てきたわ、セブンアイってなんかホールディングスそうそうそう、セブンアイホールディングスやねちょっと言うの戸惑うよね、合ってたかなみたいな、じゃちょっとね、ウルトラセブンズ初放送なので、はい、ちょっとね、スペックだけ、はい、一応低設定だとね、99分の1、まあこれ普通の U パチスペックかなと思います。で、一応高設定だと 89.9 分の1、これ初当たりの確率が一応こんだけ変わるんかな。で、あと各変中の確率も、低設定だと 82.4 分の1、高設定だと 74.2 分の1、うん、まあちょっと変わりますね、うん、あと、各変突入率が、ヘソで当たったら 2% しかないので、うん、ここまあ大体通常ですね。そうやね。でまあ電サポ中、右打ち中にまたもう一回当てる。そう。時短とかみたいな感じですね。そう。時短で当てなあかんのよね。そうですです。でまあ一応、時短で当てると次も V 角 SP 機になりますので。うん、で当たった。ここからの継続、ええー？なんか弱そうなので当たったぞ。さっきのフラッシュが強かったんか。めっちゃだって弱そうやん。林田さんじゃあ強奪せなこれ。まあこれはだから 98% なんでおそらく4ラウンド通常なんですよね。そうですね、まあ、うん、中には 2% 引く時もありますけどね、まあ、2% 引けるときもあるけど、まあ、引けないと、まさか変な怪獣が踊ってるだけバチャドヤ顔ちょうだいって言われた、あ今はねカメラありがとうございますまあそんなコーナーでもう当たっちゃいました。すごいな、なんかもう当たったか分かれへんかった。そんな強そうなのじゃなかったけどな。なんかね怪獣踊ってただけやね、確かに。そうですね。あれこれじゃあもう速攻当たりましたよ。ちょっと林ライスさん今日大丈夫？いやちょっとこれは予想外ですね。マジで？店長もっと引き弱いと思ってた？もうちょっとええ勝負。舐めたらあかんよ。ええ勝負。舐めたらあかんよ。こっちらニコ生もう6年やってるやから。いや本当に手入れの手入れのまっちゃんってあだ名がありますから、ね。なるほど。はい。まあ、一応これ、4ラウンド通常だと思うんですけどね、通常ですね、はい、98% なので、はい、まあ、次ここから右打ち、はい、40回かな、初回連鎖パーありますので40回やね、はい、じゃあここでもう1回当てると次 ST のウルトラセブンラッシュ、そこで当てなかんのよね、なんとこれ ST が150回続いてるところじゃなくて、
いやそら甘く感じますよね。よし当てるぜ。継続率 85% から 88% になりますのでね、まあ、ここをちょっと見たい。ちょっと僕初打ちなんですけど、これバトル形式になってるやね。あ、そうなんや。あ、そうですね、セブンチャレンジ中はね、時短はね、セブンチャレンジ中は。なるほど、そうですね、赤ウィンドウだったり、まあ、バトルの対戦相手でだいぶ期待度が変わりますので。お、なんやなんや、お、お、良さそうちゃうんこれ。ああ、ダメなんすか。まあ、出せるよね。いや、緑やったからリーチにはなるかなと。最近の緑、ほんと弱いですよね。そうそう、それで、あと、ウルトラセブンロゴ予告、これも赤だと、連続でね、赤が発生すると熱いみたいな。お、リーチ乗ったで。さすが目押し 85% の男、アマデジギも強い。 89% だ。そこ間違えんといて、はい、89やから。これ何に似てるか思ったら、あ、無限盗乱かってことで、あ、確かにね、無限盗乱とちょっと似てるかも。あー、なるほどね。無限盗乱もあれめちゃくちゃのいい台やなと私思いましたよ。 もちろんあの、へそはね、しんどいけどね。あ、保留変わりましたね。保留変化、保留緑ならなきつかったよーって言ってますね。あ、今ウルトラセブン予告、これが赤だとね、もう一つチャンス。あー、ダメなのかな。じゃあ関東放送 ST 入るまで2時間かかってたんで。マジ。いやだってもうスペックやっぱそうよね。うん、へそやっぱり、へそからやっぱ電池当てないとね。そうやね、ここで引けるかどうか。保留は赤でも弱い、カットイン赤はまあまあやった。あとはバトルの本当にあの対戦相手ですね。対戦相手か、全然わかんないな、はい、これあの可愛らしいあのモンスターというか敵キャラ、怪獣書いてんねんけど、これ名前が書いてへんから誰か分かれへんな。リーチ来ましたよ、はい、おなんか良さそうやん。メトロン星3つ、良さそうやんか。メトロンはね、一応勝利期待度はあの上から2番目になってるんですけどね。いいやん、当たっちゃえ。赤文字でしたしね。当たれ当たれ。メトロン人気ありますよね、可愛い。メトロン可愛いですよね。まっちゃん89に改名しよう、間違うか、はい、青はバンバン来る。星3の時点できつくねって言われて。いや、まあきついやろうけど、当たる可能性はあるでしょ。まあ、ここもチャンスアップもいるよな。これ全然わかんないな、何が。あ、これは強攻撃かな、どうなろう。いや、弱そうじゃん。弱そう。えいっ、あなんかね、あの前のそのウルトラセブン2の方だと、あの石でね、岩攻撃が確か弱やったのかな、あれ。押しパチンコに押し、もっとこう避けんとこ、フットワークをよくひょってこうね。やっぱ可愛いからメトロン、ちょっと油断したんかも。僕は井上尚弥の試合見てるから、今の僕やったらよければ止まって見えるぜ。外れた。あ、弱攻撃は岩ですよ。あ、岩ね。じゃああれ強いんや。星3つきつい。バトル終了で設定ある。あ、設定差があるってことかな。はい、パチの星3は信用したらあかんねんで、バッチャンみたいなパチプロやったらわかるやろ。ちなみにあの、ね、この右打ち中に当たれば10ラウンド確保変がなんと 40% で、4ラウンド確保変で 60% なんで。そうだから、突入さえすればね。そう、あの振り分けは、ね、結構いいよね。そう、だからもう皆さんはここで、あの力を、ね、そうそうそう、入れないと。もう全力よ、ここは。そうそうそう、まあ、ST150 回は大きいもんね、うん、大きい。無限盗乱でも確かあれ ST プラス時短やったんだよね。ああ、そう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 、10回かなんかが ST で90回時短やったから、それよりもまあ、あのスペックだけ見たら甘いかなと思いますよ ね。ウィンガーディアムレビオーサーで言ってますね。ウィンガーディアムレビオーサー。あの魔法唱えたから当たるかな。ほんとリーチきた、先輩した、やられた。リールも避けるバッチャー。おバトル行った。あ、バトル行きましたよ。誰や？これなんか強そうやな。あー、星2つはね。パンドン。これあれか、文字はもうデフォなんやな、赤がね。赤やったね、今のも。ね、デフォっすね、じゃあ。まあもしかしたらゼブラとかあるんかな。ちょっとさっきよりは期待度はなさそうやけどね。まあ多分ここのチャンスアップとかもあるでしょうね。車通ったりとか。あー、おなじみのやつね。ちょっとあの、北斗みたいな感じでね。はいはいはい、なんかおるみたいなのが熱いかもしれませんね。スペックは激ヤマなんやけどなーってね。そうやのよ、確かに星2つとか外れの。これ絶対強攻撃や。あの井上尚弥方式や、かわせ。あー、もうまともに受けたね。シュッてこう、シュッていかな。まともに受けたね。まともやったな今の。これ一撃1万5000発出てる人いたよ。いや、ね、いるいる。今日実はあの千里店もあの本当閉店までお客様これ座ってたんですが、そう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 、めちゃくちゃ出てたよね今日。箱8箱ぐらい積んでたよ、うん、だってもう60ね、見えへん、うん、65、6回ぐらい上見えへんかった。あ、フラッシュ来たね、林ライスさん。何、ね、セブン&アイホールディングス。違う違う
まあ、隣にセブンイレブンあるけど。そうそうそう。うん、まっちゃん勉強させていただきます。いやちょっと弱いな。今の画面高設定したってことで、あのまっちゃんの画面かな。あ、そうなの。89の男ならできるはずや。うん、そうでしょ。あ、でもラストやわ。あ、早かった。まあ、もう一回ハザードリね、まあまあまあ、聞かないと。そうやな。パチどの台でも言えるけど、ほんま主人公弱い。間違いない。ていうか、この終わって、次のゲームとかに当たったらもう、そうね、悔やんでも悔やみきれんね。でも、右打ちで当たったらどうなんでしょうね。右打ちのその電サポフルで当たったら。そうそうそう、この、溜まってるやつ、ね。あの、泣きの4回ってやつね。あるんかな、それやったら。ちょっとここで、ここで当ててほしいな。ここで当たったら、それが証明できる。そうそうそう。機種によってはね、全く関係ない台もありますからね。無限トーラーは、あの、右打ちで当たっても、あの、そのまま ST 突入でしたからね。俺これで当たったよ、さっき。よう当たりました。これで当たったから。ほんま。で、サポの残り4なら ST にしてほしいよねって、間違いない。あ、でもなんか荒ぶってるよ。あ、そんな甘ないか。あ、そんな甘ないわ。そんな甘ないわ。あ、でも。お、なになになに。行くかな。ガセの可能性もあるよね、これ。行ったらいいんちゃう。あ、まあ、そんな甘ないよね。まあ、そんな甘ない。これが普通。まあ、それが普通。だからさっきの謎当たり。普通にスッて当たったから。11%を引く男。怪獣めっちゃ喜んでたもん、これ。そのヘリみたいなのが3体いるのが高設定しちゃう。ああ、そうなんですね。みんな詳しいな。そうそう、今ね、雑誌はちょっと見てるんですけどね、高設定さまでは載ってないからね、そういうの教えていただけたら本当ありがたい。そうそうそう、さすがやね。時短チュピー振らなった時気持ちいいってね。これ結構カスタムできるんですよね。なんか、そうですね。激アツとか、そうそうそう、あれかな。その、まあ、出た時点で激アツとかね。うん、あ、でも林さんあれやね。これ、はい、雷雲ちょっとざわざわしてんじゃない。いやー、ガセ？ガセですね。ガセやった。あ、これどうやってやんの？ガセーって言われた。バチの演出切れるか切れるかは見えない。ソースボタンモード、カスタマイズ。これどうなんですか？お二人はこうプライベートで行くときは、うん、カスタムする方なんですか？いや、僕こんないっぱい用意されてるんやったら、多分ここを楽しむのってすごい、うん、この台を楽しむにおいて重要やと思うんで。あ、結構する方ですね。うん、できればやっていきたいな。林さんはあんまこだわらん方ですか？一発告知的な感じでプレミア率アップだけですね。まあ、いいや、やるとしたら。なるほどな。まあ、今日はいいや。今日はいいか。まあ、エース見してくれるってことですよね。そうそうそう。いや、周期金とかもね、カスタム結構するんですけどね、カスタムしまくったら全然激アツ出ないからね。やっぱ当たるときにしか出ない。そうよね。いい放送やん、ね、勉強だった。まっちゃんよかったね、今日米いっぱいだよ。うん、ありがとう。いや、前回もね、リスカップの時 も、ね、実はね、先月の放送で一番コメント多かったんですよ。そう、そう、米稼ぎの男。そうそう、松原。米稼ぎの男です。松原ですね。うん、今日も元気に。そうですね、うん、この台設定差が多くて、その点もいいと思います。あ、そうよね。そうですね、やっぱ設定差多くないとね、パチンコも分かんないもんね。そうそうそう。まあ、その辺はね、ちょっとスロットみたいな感じで、こう、いろいろ分かりやすくしてもらえたらありがたいですね。ね、うん、いい放送勉強であります。あ、ありがとうございます。関東放送のタレコミであったんですが、某大船店長は下半身エステにハマってるとろ。ちょい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 、もうあの人はほんま下半身エステってないやね。いや、ね、集中的に下半身すんの。もうね、スケベーやから。ほんまやな。基本が。はじけとんな。基本がスケベーやから。いや、なんかダンディーなムック、どこ行ったんや。あ、ムック言うてもだ。もうね、ダンディームック、でも僕しばらく会ってないからな。ねえ。またね、ご飯でも行きたいんですけどね。ほんまや。まっちゃんまっちゃんまっちゃん。何？呼んでみただけ。なんや。通常持ってる男、まっちゃん 89%。真っ暗。ただ前の放送も大喜利始まってたもんな。そうよね。打ち始めの時点でも大喜利合戦になってたから、ね。だから、そういうのも、ね、そうそう、だからそういうのも生放送のいいとこっちゃいいとこ。うん、そうね。ただ YouTube で見てる人は何のこっちゃ分かれへんので、その辺はご了承ください。コメントが流れないもんね、YouTube は。そうなんですよ。そこがちょっと残念なとこですけどね。え、意外といいやつ、向山の話ですか。そうそう、意外といいやつ。意外とな。これなんかあれやね、ハンドルがこうやったら。はい。なんかちょっと打ちにくいね。あ、本当ですか。打ちにくい。気づいた見ました。あ、なんか保留変わった。地球、地球、地球の周りをぐるぐる回ってる。それ青保留です。はしゃぐな、はしゃぐ。これ青保留な。それ青保留。あ、地球保留じゃなくてこれ青保留な。まちゃん恥ずかしい。めっちゃ恥ずかしい。よしくばからこんばんは。いや、でもぎじったよ。低設定でも99分の1でしょ。そうです。あ、そうです。はい。
まあ一応ね、今最近はアコマ設定、天使設定って呼んでますけど、アコマ設定でも 99.9% です、うん、もう一回来い、もう一回来い。お、いいや、とりあえず技術さん行った。おー、9号流。じゃあ、この前のコメントバイトの給料が振り込まれてないのでお願いします。コメントバイトは雇ってねえよ。1コメントにつき100円みたいな、ね、桜は雇ってねえよ。このスペック甘いけど、半券違うので作ってほしかったってコメントもありますね。ただでも、ウルトラセブンは人気あると思うねんけどな。あるでしょう。ねえ。まあ、どういう判件がいいかかなと思いますけどね。地球ホールいただきまして。お、赤い。意外といいやつ、向山は彼女できてリア充だったんじゃなかったんですかね。あ、その話はちょっと聞いたんやけどな。ねえ、私もこの話はちょっとなんか垂れ込みで聞いたんですけど、まあどうなんでしょうね。エンジョイしてるんですかね。おはい、まあ人生はエンジョイしないとね。やっぱりね、1コメ1円でいいので雇ってください。雇ってねえわ。お前1人 1000コメとかせなあかんよな。大変やな。銀行手数料の方がタコつくかな。まあ地球保留は何もない、何も入らなくて、ね、青保留、あれ青保留です。青保留か、はい、地球ではなかった、ね、地球ではない、ね、はい、あの間違いないようにします。ドキドキしちゃった、ちょっとね、おおってなったよ、ね、あ、何、じゃあこ黒保留ってことこれ。黒保留。まあ、それがあの放流変化の変化の、それね、対象かもな。あ、その青の前ね。そうです。まあまあ点滅保留ぐらいの感じかな。あ、そういうことね。はい、何だっけな。お、何何何。お、ちょっと変わったよ。緑緑、まあ緑やからね。まあ緑やから。あ、紫やったら、まあまあまあ。まあ一応京楽さんは最近紫がスタートラインですね。あ、そうやね。え、紫の次が赤。赤金。ゼブラやったかな。で、レインボー。そうか、じゃあ結構ハードルが高いっすよね。過度な期待は禁物やね。そうですね。まあ、ユーパチだから分かんないよね。まあ、技術さんは行くでしょう。とりあえず。林ライスさんの台めっちゃ静かやん。めちゃめちゃ静か。あ、でもとりあえず赤文字でなんかね。CG でいいから俳優さん変えないでよかった。あ、そのセブンの俳優が良かったってことなのかな。演出がいや、でもくどいよね。まあ、それしゃあないね。そういう風にちょっとやっぱ、作ってるもんな。黒保留、一番のゴミ保留やぞって。おおおおお、あ、これ若干チャンス、これ良さそうやん。あ、いいですねこれ。まっちゃんいいよこれ、ハイパー、うん、あと頭出てくれば来い。あ、これセブンアイ、セブンアイ、セブンアイ、ホールディングスね。ホールディングスね。上出てこい、上出てこい。あ、出ない出ない。けど一応チャンスですね、ハイパーフラッシュ。はい、どう、 30% ぐらいあるんかな。そうね、あ、一応あれやね、林ライスさんも赤、一応紫には。お、どっちの紫がいいのか。ただハイパーフラッシュ出てるからな、まっちゃん。あ、でもハイパーセンブルハッシュ発動まで。マジで、あれ二人とも。あ、俺なんか変わったで。ちょっと頼むで、マジで二人とも当たっ、どっちが当たってんだよ。 あ、これが赤保留ですね。赤保留。わ、セブンがぐる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 回ってんの。マジでやばいやん。まっちゃん、これあれじゃん、あの最初のカマセイヌじゃん。え、これ俺のホール何これ。あ、それはね、最後の多分あの何やったっけ、オセっていう、アイスラッガー。そう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 。 あれどっちもあれやな、頭出てこんかった。おかしいな、熱いやん。ま、今だけの期待度で言うと、なんか林ライスさんの方が熱いよね。こっちの方が強そうやね。赤保留だもんね。林ライスの勝ち。いや、わからん、2人とも外れるってこともある。あ、これでちょっとね、その可能性がでかい。でかい。いやいやいや、俺は当てるよ。アルティメットの N がキビッチ。いくぜ。あ、でも林ライさんいいね。あー、緑カットインや。これ金やったら熱いですね、金カットイン。セブン頑張れ。あれ、押し切る、いけー。 じゃあなんでさっきのあれ当たったんやろな。ほんまそれな。ほんまそれな。あ、林ライさん、これ歌変わったからちょっとチャンスやで。え、めちゃくちゃ熱いんじゃんそれ。歌変わったらはいいですよ。赤になってますからね、こう。はい、ガッツ星人。まあ一応タイトルも赤。まあ最低でもチャンスアップあるんで。赤字やん。あ、これいいね、同行版。当たりそう。もういただきます。これ外したらちょっと先輩やで。わあ、赤カットインやん。赤。そらもう。俺さっき緑やったもん。お願い。当てよ。はい、来ました。いただきました。うわあ。林ライスさん、後ろカメラあんぜ。めっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってる。おめでとう。ありがとうございます。じゃあ、これでね、また通常ですけども、まあ、はい、時短入りますんで。これで1対1やから。はい、ST のね、挑戦権を得ました。そう、そこで当てないとダメなんよ。これでほんま 2% 引いたらすごいよね。あと、すごい。それはすごい。そうやね、案外ね、99.99 の 2% って、なんか引けるとき引けんのよな。
まあ、引けない問題はここから、まあ、時短で早当てろおめえ店長引き割るよしよししてた今お前や頭よしよし今頭よしよししてたいやこれで、ね、林来さんもうやっと初鳴り危ない危ないやっぱ女性にもよしよしするんですかいやもうそれはもうね可愛がるんやでもね頭ポンポンで女子が喜ぶ好きなやつ確かにあのドイツの女性にするとえらいことになるから、ね、あなるほどやめろとマイマイはされたらどうすか頭ポンポンその人によるイケメンに限るみたいなやつねまあ私別にでもねめっちゃイケメン好きではないんでねあそうなんだ逆にあの引いちゃうんでそうそうそう自分の身の丈に合った人がいいなあなるほどうんねえまっちゃんはこう女性にポンポンする方ですかいやまあしたことないけどまあ普通はそんなないかさっきこれで当たったんやけどな時短を突破しろってねしてほしいとりあえずそうよ そこ突破したらもうヒーローそうだよ 85% 継続だからねへそ保留連すると時短100に増えるよあへそ保留連あんねや嫌やないそれはちょっと切ないですね人によらないマドマギの一般2回当てたことあるあそれもすごいねマドマギあの319の方かなアルティメットあれやね直撃の方やねよしよしされる方が好きじゃないどうやろう人による人による頭ドリブルすなって言われるのどういうことポンポンおもろい相変わらずニコ生のコメントはセンスあるコメントが多いなそうですよね職人多いもんね本当にあ地球ホロ来ましたまたその報告いる緑紫以上かなそうやね、はい、よしよしされたいですあされたい人もいるよ男の人やったりしてでもどうなん男の人がこう女の人にポンポンみたいなよしよしみたいなそれ好きになっちゃうやつやあそうなんやこれもでも人によらないあまあそうやけど、まあ、でもねこう今の人ってやっぱ褒めてもらいしたい人多いみたいですからねドキドキしちゃうそんな、ね、ちょっとドキッとするよねあのそんなやってもらったことの相手人多いもんねないよあ転売したよおメトロン先あれやね店長があかんやんかったやつセクハラになりうる、まあ、最近はそうねそうねだからよっぽどもやっぱり親密というか距離、ね、距離感がちゃんと分かってないと間違える玉を2本指でポンポンされるのがマイブームあのお店行って地球ブルーライトメガネやから全部青保留に見えるんじゃないですかあ間違いない、まあ、ブルー確かにそうかも入ってるからねブルーライトうまいな今日も飛ばすねコメントさすがやねうまいねああ、強攻撃あ、やばい強攻撃な今やったらいいんかな、じゃあ今やったらいいってさっきコメントに書いてあったねそうそう今は弱攻撃なんだよねまあ、天敗図柄とかね関係あるのかなやっぱ3とか7の方がねやっぱ良さそうよねいいよいいよ、ディスカップいいよ、来てるよって打ってねえよディスカップ全然来てへんいや、ちょっとね、もらってるコメントも読んでないのかそれも読んでいくわねこれ、なんでこうすると飛ばんくなるのこれペンサーの問題ですあーおなんかあれあれ冷静なコメントがセンサーのものですじゃあね山形からこれあかんねえこれ映ってからしたらこれストレスやなこれなんとか治らんのかなこれもともとの仕様なんでしょうかねじゃあちょっとなんか引っ張ると飛ばなくなる時があるそれ多分なんかミドルのウルトラセブンの時もそんななんかコメントあったような気がしますね何これもうディスカップ店長でいいよ回避の文字が赤の時もありますこれいつマミヤ出てきますかマミヤ出てきたら熱いですよね無限トーラーな、うん、ちょっと残念ながらセブンはあれやなエロいお姉さんはちょっと今のとこ見当たればいいなバチャードでムックさんに下半身エステの件で電話しよう、はい、最近その電話の下りももうなくなっちゃったからもうね寝てたら怖いからなハンドル壊れてんのってでもちゃんと玉飛びしてるよ壊れてはない、うん、壊れてはない多分こういう仕様やねそうねなんかね多分ミドルの時もそんなコメントもらったような気がするだから打ち方ちょっとこう工夫がいるかも打ち方とあとちょっとハンドルの持ち方っていうのかな、うん、こうちょっと全部の手でこうやらなあかんね全部の手でだいたい3本やもんねだいたい3本でやるところをちょっとこうガシッとこうわしづかみするようなあセブン玉飛ばんときあるよって言ってますねやっぱり強楽の今の台ハンドルおかしくて飛ばない台多いあこれちょっとあかんねえこれとりあえず強楽に苦情でいいですかまあ苦情というかあれだパンドン聞いてみてパンドンダメなんよ星2やったねなんかさっき星2で当たったっていう人もいたけどまあチャンスアップあったりとかなんでしょうねウルトラマンの保留玉が人間のムカデみたい
人間無可で。ハンドルの遊びが悪さするんかも。でね、それは先に電話しますからって連絡しとこうって。あ、なれ意外といいやつ、向山さん。意外といいやつ。まあ、わからん、今日はちょっとお休みでね、ちょっと邪魔したらあかんかもしれへん。そうそう。エコパチなんでしょ、これ。どうやろ、強楽エコパチって言うてたかな。エコパチは乳銀じゃなかったっけ。あ、バトルやっぱあかんかったね。全然弾飛ばない。なんかあの、2点牌多いね。さっきから。そうですね、2回ぐらい。2点牌はダメなんかな、じゃあ。どうなんでしょうね、なんか図柄であんのかな、来たけど。マジかよ、西陣出ますの。ちゃうちゃう、西陣に迷惑やからやめよう。はい、岩手から見てますね、ありがとうございます。ありがとうございます。神代というかね。あー、コツ掴んだわ。コツ掴んだ。弾を飛ばす、これね、親指はちょっと押し気味で、はい、で、逆サイドはちょっと引き気味やね。引き気味、押し気味の引き気味。そう、難しい。あー、分かった分かった。テクニックでね、終わってた。あー、セブンチャレンジ終わった。もうダメやん。林ライス単発やな。やっぱそこを超えれんか、なかなか。そうよね、無限トーラーもなんかこう入るときパーンと入るけど、ほんまあかんときずーっとかもね。そうやね。もうこれは、それはもう自分の引きを呪いわ。ゼブラ柄とかあるんかな。やると思いますけどね。マジかよ、トーバル。トーバルじゃねえよ。西陣迷惑。電話すんだったかおやん。なんてやねん。また悪ふざけ始まったぞ、視聴者の。こんなん言うからコメント桜ばっかり言われる。そうや。まあでもね、どの動画とかもそうやけど、やっぱファンがいての動画やからな。そんなん別に、桜やろ、ごたきやろが。そうや。楽しかったやと思うで。お疲れ様です。パンドンは最終回でウルトラセブンを苦しめた怪獣だから手強いよ。そういうことなんや。あ、それで期待度があれなんやな。だってエレキングやったっけ、あの一番ね、エレキングやったかな。エレキングね。あれもね、あの出てきた絶望やもん、ね。あのダルメシアみたいなやつね。ダルメシア。なんでそんな可愛い言い方。時短突破せな、ディスカップビタ押し 11% みたいやん。時短は次突破するわ、じゃあ、ね、次当てたら。確かに、うん、それは任しといて。もう林ライスさん、まっちゃんの代わりにマジックできますか。マジックですか。マジックなんかね、まっちゃんは昔あの主任時代にね、はい、よくマジックやってたんですよ。そうそうそう、オープニングね。ほいほいほい、うん、なんかマジックできますか。まあ、一時期はね、それを本業にしようかなって考えたこともあったんやけど。毎回やってたもんね、マジック。そうそうそう、もう今はちょっと忘れたやり方。今はもう忘れちゃった。もうだってあれで3年前か4年前ですもんね。まあ、マジックっていうか魔法なんですけどね。魔法レビオさ、うん、魔法らしい、うん、やっぱハリーポッター見てたから。あ、当時ね。そう、やっぱ俺もやっぱり魔法使いの一員として。魔法使いの一員、うん、魔法使えるんや。やっぱりなんやっけ、あそこどこ、ユニバーサル、どこ。ドルフィンドールじゃなくてね、なんやっけ、グリフィンドール。グリフィンドール。イルカ、イルカやないか、ドルフィンで。そう、グリフィンドール、はい、うん、にやっぱり所属してたから俺。じゃあ学校も卒業してた。そう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 。スリザリンは嫌だ、スリザリンは嫌だって言うたら、はい、グリフィンドールにしてくれたんや。ユニバーサル行っといてじゃあ、今あるからハリポッターね。もう乗ったから。アバダケタブラーって言われた。何それ。分からん。30歳 DT から。あ、魔法使いって意味ね。あ、そういう意味ね。え、じゃ初代接種、あ、似てるかな、初代にウルトラセブンね。似てるんの。スリザリンやろ。スリザリン。それ。スリザリン。ハリポタ見てた女の子が飛べると思って傘に乗って3階からジャンプした事件あったよ。何それ、マジで。いやいや、もう。それでもね、僕残念ながらあの魔女の宅急便見た時点で僕やってましたから。あ、放棄ね。持って。飛べるんじゃないかと。そうそうそう。まあちょっと夢は見るけどね、ちょっとできるんじゃないかっていう、ね。まあ飛べたんですけどね。飛べたんかよ。これごくごく一部なんで、はい、皆さん真似しない。まあ子供の時はようやります。一部。そうでしょ、はい。やっぱ今フラッシュなんだけど、あんまないあれやったね。ちょっとね、なんかピクピクしてましたけど。あんまやったね。まあ、一応協力様のね、あの下のスピーカーの周りが入賞フラッシュ入ると、多分赤やったら扱ったかな。黄色、紫、赤っていうのがあるんでね。赤やとかなり熱かったですね。魔法使いサリー見てやってた。懐かしい。サリー、サリーちゃん。サリー。知ってるよ、サリー。サリーちゃんね。マハリクマハリタ、ヤンバラヤン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 。そうですそうです。あれもね、リメイクもしてたから、なんか世代によっては見てた人もいるんですよね。あれ、テクマクマヤコンは何やっけ。あこちゃん。あこちゃんか。秘密のあこちゃん。あー、和田アキ子。違う違う違う。和田ではない。最近ね、シャチホコさんの方がよう出てますけどね。
和田ではないか。和田ではない。和田ではない。魔法の杖買ってきてホールで実演しよう。あれ結構高いんやからユニバで買うと。高機能ってジャンプして飛べたっていう写真やったよね。今やったら加工とかでできるんやろうな。できるね。一回ジャンプしてみたら気づくよね。あれ高い傘じゃないと飛べんから注意した方がいい。まあまあね、もう普通では買えないかも。激震リーチ早いみたいな。激震。まあハイパーは出たけどな、フラッシュ。まあ一応セブンは待機してますけどね。あ、まあ、私で万発チャレンジやりますかって言われてますね。いや、まあやれるんちゃう、この台やったら。まあそうですね、ST 入ってからは期待値は高いけどね。ただそれ連チャンさせるかどうかやっぱりあの人間設定はあると思いますんで。それはもうあのいろんな過去放送でも実証済みなんで、いくら台が良くても打つ人がやっぱり下手くそやから難しい。それね。はい。いや、頼みますよ。頼ますよ。いや、次当てたらもう入れるから。もうまあね。それはもう宣言しとくわ。やっぱね、3回に1回ぐらいはね、ちょっと入らんとね。そうそうそう。はい、頑張ろう、頑張ろうって。はい。あ、まあ、デジなのに 88% 継続、360発、60%、1000発 40% だもんね、ってことで、右打ちね。そうそう。96% の確率で空飛べないらしい。4% は飛べんの？すげえな。注意、店長は特殊な訓練を受けてます。絶対真似しないでください。そう、真似はしないでください、ね。そうそうそう。え、俺380円の傘で空飛べた。なんじゃそら、はい。魔法の杖って言って先っちょに磁石つけてパチで打っていいですか。ダメです。あのね、やってええけど、すぐあの、あれやから、センサー鳴るから、今。ね、どこの放送やったかな、カイジの沼の台を、ちょっと磁石つけてみようっていうの一回やったんですよ。マジで？あのすぐセンサーになったからね。不正感知センサー。あれ リアル開示をやったわけね。そう、あれしかもむちゃくちゃうるさいから、あの全然収まらへんから、あの本当にやめてくださいね。周りの皆さんもギョってなるからね。あのやるんやったらちょっとあの怒られる覚悟でやってください、ね。別にアコちゃんの原作者はバカボンの人と一緒ですし、クラシックからこんばんは。あ、いつもありがとうございます。リメイク版のサリー放送時にはサリーちゃんの魔法の方っておもちゃで売ってた。さっき言うて発表やけど。あ、紫やん。これ地球放流ですかね。地球放流。地球じゃね、青やね。え、なんかいいんじゃんこれ。センサー響くよね。むちゃくちゃうるさいで。怒られるですもの。いや、怒られるし、まあ分からんよね。もうお店来ないでくださいって言われる可能性もあるし、あとは自分が恥ずかしい思いするだけじゃないかなと思いますね。歌も変わってる。ガンナンとかいう小当たり台で間違って右打ちしただけでめちゃくちゃうるさかった。何やったっけ、ガンストリンガーやったっけ、何やったっけ、ガンスリンガーストラト。あ、そう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 、あのライトミドルのやつね。あれダイトさんのやつかな。そんなうるさいな。歌変わってる。保留熱いよーってやってますね。熱いんかな、地球。地球のままですね。はい。でもなんかリーチは弱そうやな。またあれなんか変はよう分からんのでパンで当たるのかな。エレキング文字も白やしな。そうですね。ばっちゃんホワイキー後で歌って。後でな。後でな。ディスカップ見せてって。ディスカップほら見たい人おるやん。いやー、仕込んどかなかんし。いやー、それ言うてるだけちゃうの。もう視聴者信じられへんわ。また怪獣踊って当てようよ。めっちゃ弱いリーチで終わったやん。フラッシュはよう来るけど、あんまりあれやね、熱くないな。今ここ紫やったやろ。紫でギリさん行ったんですけど、ダメやね。ちょっとしょぼかったね。しょぼかったな。俺は念力で球動かす。いや、ほんと見せてほしいそれ。逆転裁判も通常時に右打ちでえらい落としたで。へえ。言うたら最近の三協さんの台も一発右打ち行っただけでむちゃくちゃうるさいからな。あ、ほんま恥ずかしいね。シンフォギアとかまあまあやかましいですね。そうやね。そうなんや。左に戻してくださいっていうのがすごい大音量で響くもんね。あれをねしちゃうとこう周りのお客様もパッと見られるから、あれすごく恥ずかしい、ね。そうですね、あれはね。あ、 SOS 行かない。これね、 SOS ゾーン行ったらかなり熱いんですけどね。あ、それは昔からですよね、はい、ウルトラマンの。そうですね、ウルトラシリーズの、伝統というか。そう、僕ウルトラマン太郎めっちゃ打ってたんですよ。あれ面白かったですね。あれ面白かった。私あのマックスの方の太郎はめちゃくちゃ相性悪かったんですけど、ライトミドルとかね、320分の1の 100%ST の方はめちゃくちゃ相性良かったんで、なんか漆黒みたいな。そうそうそう、暗黒の逆襲か。そう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 、あれはほんまずっと売ってたな。あ、そうなんや。面白かったですか。あれ面白かった。あのやっぱ 100%ST っていうのがね、嬉しかった。そうそう、楽しかったですね。
最低シンディくらい仕込んどいてよって、ね、あシンディで、ね、そうまあディスクアッパーは、はい、シンディに会うために売ってるんですよね。あーなるほど、そうシンディに会うために あの子に会いたくて売ってる。何いい感じ、一応連続横もそうでもない、たまに右打ちから左に戻してるのに左打ちに戻してくださいってしつこく言われるのイラッとしてる。あそれはありますね、まあ、多分そのやっぱねあの時差じゃないけどあるからねすぐ戻しても、もう機械音出ちゃうもんね。これミドルだよ、ミドルじゃないよ、ライトだよ関東放送ウルトラマンよう言うてたけどセブンはちゃうねんで、マンちゃうでって。そうそう、ウルトラマンセブンっていう人多いんですけどね、ウルトラセブンなんですよね、セブンだけは。ほんまや、知らんかった。私も最初はあのミドルの放送の時はね、あのどっちがどっちかわからんかったんですけど、あのウルトラセブンっていうのはあの勉強しました。ウルトラセブンや。そう、このウルトラセブンだけマンはつかないんよね。へえ、はい、ってことは女性なのかな。違う違う、そういう意味じゃないと思うよ。なんかあれやったかな、セブンだけ特殊なんすよね、あのこ う生まれというか。あ生まれが、はい、はあ、なんかあの何やったっけ、改造人間じゃないけど、なんかそんな感じだったっけね。ウルトラ星雲から来たんじゃないんやったっけ、なんかそういうのやったかな。ちょっと特殊、特別なんやね。はい、で、なんかもうそのミドルやってた時期にちょうどそのセブンが実は一番なんかあんま強くないとか、なんかそういうなんか論争が起き起こってた。へー、ウルトラの母、まあ、ハンターハンターで言うとはキルアみたいなもんやな。分からない、ハンターハンター、例えがウルトラセブンでももうウルトラマンセブンでもどっちでもいいよねって。まあでもやっぱその譲れないところあるんでしょうね。なるほど、ね。まあ、あとメーカーさんにしてはやっぱ名前間違ってるからそこはすいませんってなるもんね、はいはいはい。ウルトラの最近の三兄弟は左中にしてくださいってめっちゃしつこい。ウルトラマンで兄弟だけど兄弟じゃないんだよ。あそうなんや、腹違い。セブンでもすごい人気あるよね。ね、太郎が末っ子でしたっけ。あれ何人兄弟でしたっけ、なんかむちゃくちゃいますよね。6人やったっけ。いやもっともっともっといる、うん、だってセブンって言うてるぐらいやから7人目でしょセブンって。ほんま、そういうこと。え違うの。あれ時系列分かんないな。レオとかもいるっしょ。あそっか、何人やね。まあ今の世代はもう子供とかになるのかな、あの新しいねウルトラマンのシリーズとか。 あ緑フル来てますやん。いやでも緑はでも緑あかん、緑で騒いだあかん。緑はカラドさん出てくるとちょっと笑っちゃう。ハンターハンターで言われても休み休みで分からん。そうか、親戚帰ってきたウルトラマンの実名詞っていうの分からない。まっちゃんハンターハンターいつ連載再開すると思う。えもうしてるでしょ確か。あ今してんのかな。あの今回またしだしたでしょ。あれね 2,3 回連載してまたお休みとかあるからね。そうそうそう、富樫さん頼むわほんま。あとでもあのワンピースのね小田先生があのワンピースできたらもうこの5年以内で集結したいみたいなね、うん、マジであのいう話インタビューされてましたね。そういえば漫画の話でちょっとね今思い出したけど。まあ長いことやってますもんね。だって96年とか7年からでしょ。すごいよね。すごい、そのネタがすごいよな、ストックが。お、どっちも緑保留。いやこっちはダメやわ。ダメ維持人やし、タイトルウルトラセブン。セブンだ。セブンはウルトラ警備隊7人目の隊員という意味。ナース来た、ナース、ナース、看護師さん来た、看護師。これ SOS 入ったらね、ちゃんいいですよね。入れ、入っちゃえ。入らんか、入らんか。緑はジャングル保留で OK。 あー、さっきあれか、青は地球って言ったから。あージャングルね。ウルトラマン、セブン、エース、レオ、これ18、80、キラ太郎。キラ太郎電線に引っかかったら8編です。林田さん一応突破になってるけどな、弱いか。ダメやなそれも。え連載再開したん。俺今回のハンターハンター見てないよ。うん、してるみたいなの聞いたことある。したんやね、うん、おたんこナースおたんこナース。なんかそういう漫画なかったっけな。ナースのお仕事。あ懐かしいですね、ドラマね。水木有沙ね、と 松下ゆきとね。あれがやっぱね、あれ見てやっぱあのちょっと看護師憧れた人もいましたからね。そうそうそう。帰ってきたウルトラマンの本名はウルトラマンジャック。あ、そうなんや、ジャックか。ジャックね、かっこいいね、ジャック。ウルトラの国の純粋系はウルトラの父と母、太郎、今やってるタイガー。あ、純粋系とか純血ってこと。 あとは派生ってことでいいかな。プロのビタ押しのディスクアップを見たくなってきた。嘘つけ。ほんまあれ、あまね、あまそんな言うたらちょっと抹茶マジで出やる気になる。見したのかやる気になるから。
まあ、じゃ あと1回ぐらいちょっと欲しいな、足りな。そうですね、まあ、ちょっと、早く当てろや。川岸からこんばんは、ありがとうございます。ここか、ディスクアップという苦行をさせた店は。そうです、ようこそ。でも、なんだかんだ言うて、視聴者ノリで楽しんでたやん、ね。そう、その理由にコメント一番多かったからな、ね。あ、さくら、懐かしいな。あ、さくらね、あの、本当に懐かしいね。あれももうシリーズいっぱいあったけどな。そうそう、まちゃん、そろそろトライアンフ見せてくれませんか。トライアンフ、トライアンフ、アンフって何やろ。呪文の名前っぽいな。呪文違う、トライアンフって何やっけ。はい、すみません、トライアンフって何やと思う。何トライアンフ、何でしょうかね。トライアスロン、ちげえわ。トライアングル、ちょっと手入れしてもええねんで。手入れはせんよ、今日は。ちょっとこれ甘デジでしょ、この二人ひどくないって言われた。もう一回当ててるんやけど。いや、もうディスクアップ始まると寝るから。まあまあ、もうすぐ当たるからちょっと待っといてよ。ほんまに見直し完璧やったみたいけど、 89% ですよね。いや、 89% なんやけど、はい、1個言わして、まあ、前の放送見てもらったら分かるんやけど、はい、メガネを外してやったらそっから 100% やったんよね。メガネをしてたから。そう、普段これしてやらへんから。でそっからだって事実1回もミスってないでしょ、あれ。ディスクアップじゃなくダウンしよう、ディスクダウン。トライアンフはトランプをぐちゃぐちゃに混ぜても元に戻ってる手品。手品か、やばいな、それできたらかっこええな。シュッてやるやつで、シュッてやるやつ。めちゃくちゃに混ぜても元に戻ってる。あれ違うか。仕込みであるんですか。今日はないです、もう自力です。アマネジの工業、まあ、じゃあ最後にディスカップしてきて。あ、まあ、していいならするけど。ブルーライトメガネ、またメガネ言うとるやん。していいならするけど、ね。和子皆さん、スマホのソシャゲなんかやってんのありますか。あのね、はい、なんかやってんじゃん。今はこの前、うん、アップロードされたポケモンマスターを。ポケモン、ポケモンマスターやってんの。ポケモン GO じゃなくて。ポケモン GO ではないですね。ポケモンマスターっていうのが悪いんや。林ライさんはどうなん、結構ゲームハマったらガッツリやるタイプですか。ガッツリやりますね。ちょっと課金とかやっちゃうタイプ。そうですね、ドラゴンボールのドッカンバトルにはちょっと20ぐらいは水入れたん。水入れました。ドッカンバトルね、あれよくあのツイッターで連携させてる人多いよね。よく見る、よく見る、うん、そうなの、そんなジャギみたいな言うやつ。ハズキループやったらバッチャンビタ押しで 100% やな。ハズキループは逆にできん。ちょっとかなりうってなるやろな、ね、なる。通常色放送終わりに当てる機構のあるある。あのね、これほんま大体なんかね、1時前後でこう見せ場来たりとかするんですよね。最近の台のなんかあるあるなんですけど。まっちゃん、ドラゴンクエストウォークしないの。何それ。あ、なんか初めてのあれかな、聞いたゲーム始まったの、そういうのがみたいですね。ドラゴンクエストウォークね。あのポケモン GO 的な。どうなん、あ、ウォーク言うてるから。俺歩くとレベルたまるみたいな。あ、そういう感じね。いや、ちょっとわかんないですよ、私今適当に言うたから。二重ユキチとか甘くない、ゼロが一つ足りなくない。おっと、お、紫おりゅう、紫来ました。ほらほらほら、見せ場急に来る。この台今日からですか。千里店はね、9月4日からかな。はい、そうですね。稼働スタートしてます。全国的には多分2日とかかな、から稼働。え、何と思いますけど。あ、SOS ちゃん。おあ、ゾーン行ったよ。あ、違うわ。あ、アイスラッカーゾーンってまあまあいいんじゃない。まあまあいい。多分 SOS の次やったかな、それかどっちか。うおぉもっとバッター、もっとバッター。まだ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 、よし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 。息つかなかった。サード、宇宙。うおぉ、めっちゃいいんちゃう。あ、紫紫、これもう一個上行ったらもう当たり、もっと、あ、激アツってだけ。 おすごいバイブってるけど。来た来た、セブンアイね。セブン&アイホールインス。あ、でもハイパーがないなこれ。ダメやな、顔出てけんかったね、熱い。ドラゴンクエストウォークは GO の、あ、ドラクエ版。あ、やっぱそうですって店長、ポケモン GO の。ちょっと待って、今ね、ちょっと親指痛めた今の。そうなんで、押しすぎた。めっちゃ痛い親指。バネ指なってちゃいます。ちょっとでも、あ、赤文字。お、何エレキングかこれ。決戦で出たで。
やっぱそれね、星3つ。星3つか。保留がだからまたここで赤とか変わる可能性もあるから。来てほしいな。あとは歌が変わればね、熱いよな。期待度3だけど大丈夫？いや、わからん。いや、ちょっとね、今、尻下がってきたよ。こっからやな、でもこっからなんかあるんちゃう？熱い。今日も1時から聞こうのかな。寝る前に興奮させないで。ちょっとね、いや、マジで親指痛い。やった。冷やしましょう。親指やった、これ。ちょっとアイス、アイス持ってきてよ。北斗の影に隠れてたけど、爆発力7なんかな。まあ、これ、まあ、言うてね、やっぱユーパチスペックだからね。まあ、ミノルとはちょっと比べられへんけど、弱いな。厳しいか。えいっ、おっと、やったー。ちょっと、もう店長分かれへんわ、今日。なんなん、その台。マジか、絶対あかんと思ったのに。いやいやいや、あの、多分林ライスはどうせあかんやろ、なんて顔で見てた。今のはでもあかんやろ、普通に。当たんの？あ、そう。マジか。切り下がり半端なかったけど当たった。よう分からんやつで当たりますね。そろそろ ST。これで 2% 引け。1点の法則あったで。2% 引いちゃえ。疲労骨折は労災おりません。2% 引け。親指痛めてんねんから、こっちは。あー、ダメか。1点敗スーパーは超激アツやったと思う。あ、そういうことか。マジで？京楽さんはその法則があるの？時短突破の公約をお願いします。 OK、 任しとけ。エヴァンゲリオン作ってる庵野監督が関わるウルトラマンの映画作るらしいよ。あ、そうなん。次ゴジラから次ウルトラマンになるの？そうなの。まあでも来年エヴァンゲリオンね、公開決まりましたんで、まあ、その後やったら全然いいです。はい、今エヴァ早く見たいね。よーし。あ、キングジョー以外だと頭角。あ、1そうなんや。1で転売したら、あの、発展したらそうなんだよね。キングジョー以外やったらいいの？熱いらしいです。へー。キングジョー以外だと頭角らしい。あ、頭角らしい。ありがとうございます。すごいね。じゃあ相当暑かったんやね、今の。そうですね。なんかまあリーチちょっとはって感じだった。そうやし、カットインも緑やし、あ、もうないなみたいな。ホリューも紫やし、はい、でしかも疑似2じゃなかった。まあまあアイスラッカーゾーン入ったぐらいかな。アイスラッカーゾーン入ったか。まあ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 、とりあえず、まあ、これでまた ST、うん、ちょっと入れれる権利得たから。あ、これ店長、これ当たりちゃうか。あ、これ多分当たりやね。これ当たりましたね。やったー。え、ちょっと待って、でもこれへそ当たりちゃうよね。え、右打ちやんな。いや、ワンちゃん、これへそ当たりか。え、これへそ、あ、へそやって、天井。マジで今これ、無駄引きやん。やったこれ。ある意味、あの、これへそ保留連じゃないの。マジでへそ当たりきた。ありますね。やばー、へそ確定ですって。嘘でしょ。店長多分これ時短100。マジかよ。本番や。なんやそれ。1回転。何1ゲーム連勝。はい、公約失敗。いや、公約ある意味成功やから。やばいわね。でも時短100やから、店長。100ですね。そう、時短100らしい、これ当たった。いや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 、時短これへこむな。ただまあここの100でね、当てれば、うん、おい、ドヤ顔返す。マジかよ。20増えるから次にへそ当てるよりマシ。ちょっとまあこのパターンがちょっと辛いってことね。さっきちょっとコメントもらったけどね。いやー、店長、まあまあ珍しいもん出しましたよ、これ。いや、相当珍しい。おお、ドンバイ。今のは、いや、もうパチンコほんまこのね、システム改善してほしいよね。うわー、きついわー。へそ落ちとかね、ちょっと救済欲しいですよね。マジかよ。わ、ちょっとかっこいいやん。ちょっと、だってもう、そう、一応 ST と同じ、うん。やもんね。ただこれ、皆さん間違えないようにだけしてほしいな。今、時間です。はい。星3つ以上みたい、ドンマイ。右打ちのアタッカーの時保留貯めれるようにしてほしいね。そうですね。なんか昔そういうのあったような気がするんだけどな。あ、これで当てたらいいんでしょ。あ、そうそうそう、ピーフラ流しゃいいんすよ、店長。任しとけ。キキキキいいんで。任しとけ。この台は1増えるから救済はされてる。あー、なるほど。1ゲーム連した後に100ゲームで当てれるのかよ。当てるよ、見といて。もうこれはもう、ここからはもうちょっと引き、ほんまに引き。もうしかももう77回からね。いや、早い。右打ち早いな。早い。消化早い。へそはへそや、ばっちゃん。いや、でも、ある意味すごいな、引きが。いやー、あれ、まあまあ珍しいですからね、演出的には。今日地元のマイホでディスカップ打って、1キッコから10キッコにしました。おめでとうございます。そうそうそう。それ大事。いやー。
シャーマンは絶対行く、絶対行くから。メガネ外した方がええで。消化めっちゃ早い。ガロ見習えって言われた。それな。じゃあ待って、まっちゃん見守るから頑張って。あじゃあ周りはね、林さんの方も演出が。いやー、だいぶ弱いですね。だいぶ弱いです。リーチがかかればやって。どうなんやろ。あ、どうでしょうね、これ。2か、また。2はダメか。あー、ダメやな。時速2万発出るはまでじだもんな。シンフォギアだったら決戦勝ったのに。そう、ダメか、ね、今のも。台の仕様によりますよね。そもそも昔はヘソと出るサポの差がなかった。そうです。なんか音鳴ったね。何あれガセ保留変更フラッシュ ?5 点。来い、来い。ないんや。なんかピルルーンってなった。あれやね、点滅保留ですね。今日マジで頼む。むっちゃ早いやん。マジ頼む。来い。来い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 。カモン。うわまだまだ30個あるね、まだいやだいぶ早いですね。早いね。早い早い。なにすごいね。リーチかかればね、かかるわけないやろ、いい加減にしろって。ほんま頼む。最近の強力は消化早いのは評価します。確かにね、塩気銀とかも早いしね。お、これで、あかんか。やばい、24回あやばい。いやこれ1回転に泣くやつやんな、ほんまに。頼む。まあいらん消化見なくていいからいいよね。時短突破難しいかなってね。これ上皿も減らないよってね、言われてますね。早いな、もう10機会やばい。ピンフラ、ピンフラ早う。ダメか、出るよ。ダメなのか。カモンベビー。6とりあえずリーチ1回ぐらいくれ。お前ね、リーチ1回もいかないですね。へそでレンチャンを払いたい。ナース接近。転売すれば来い。せめてリーチ来い。まあ、早いわ。あーきつい。13分前に戻りたい。ダメだ。時短突破しない。ダメだ。あれでしょ、店長、これ戻って右打ちのこの4回転で当てるんでしょ。そうなったらもう、もう俺変えるから。もう変える。いやいや、逆にすごいよね、そうなると。あ、これが設定さなんかな、こういう、あの、あれ、なんか画面が出たりとか。やったわ。へそ時短ですもんね。終わった。まっちゃん、ニコ生では100点。まっちゃん、カモンベイビーはどういう心境ですか。いやもう、とりあえず来いやってことで、ね。そうそうそう。さあ、1位から。この4回転で当たったらおもろいけどね。やったなぁ。さあ1時から。せっかく当たってんけどね、やっぱ1回転になくてきついね。あーきついわ。だってもう普通ならラッシュ入ってたやんか、 ST ね。これよく、よく見る光景ですね。え、よく見るのこれ。結構ありません、なんかへそ抜けてとかもね。あ、この1回転かよみたいな。あの電サポ抜けてから1回転で当たるとかね。林ライス、お前何しとんや。お前何しとんや。ただ横で回してるだけです。ただただ回してるだけ。ただただ回してるだけ。いやいや、まっちゃん ST 入るまで帰れまてになるぞって。いやちょっと、いやでもまっちゃん見せ場あったけど、林ライス今日見せ場全くないやん。見せ場ないっすね。何してんの。これ前回と全く一緒っすわ。いやほんまやね、最初だけやつ。65% 継続 ST と思うしかない。いやー100、まあ肘単100あってもな。ガロの根積の時はへそ落ちめっちゃ泣いたよ。いやもうもったいないね、それは。もう鉄拳で 92% 継続取ってから1回転でへそ時短引いた。なんかそういう台ほんまに辛いですよね、特に高継続機はね。私この間の本当マクロスデルタでそれ日やったからもうすごく辛かった。あ、マジでやったんや。あのね、199をね引いてて特図1で、でもうまたあの時短に戻っちゃったっていうね。ラッシュ入ったのに。あれは辛いね。林ライス今日空気やもうどうすんねんって言われた。いやほんまね、何しとん。尻下がりもええとこですねこれ。ちょっと今日リサイタルやってもらうな、これじゃあ。昼下がりのティータイムちゃうぞ。まあまあ、もう夜更けですけどね、今。寝落ちする前に寝てて、今起きました。
はい、貴重な映像が一応撮れたんですけどね。また YouTube で見てあげてください。窓曲げで7で当たってラッシュスルーした。いや辛いな、もう無理やな。クルールダンジでもへそ落ちで泣いたよ。ラッシュ楽しめるならまだええよ。もう終わる。もう無理やろ。まっちゃん上手。そうね、今林田さん何回なん、何回転今。195で。何しとんねんお前。ドハマりしとんねん。じゃあ林田さんね、220まで回そうか。それで終わろうか、ね、でもこれ甘やろ、当たるよ。貴重な映像楽しみにしよう。いやもう涙やで。貴重やけど涙です。やったなあ。皆さん本当これこれでもう何仕込みとか思ってた人もおるかもしれんけど、これリアルやから。もうリアルですね。はい、本当にホールにある台やってます、台使ってますんで。やったわ。ね、いい映像もちろんお見せしたいんですけれども、リアルです。はい、まっちゃん困った時のディスクや。ディスク行こうか。いやー、一回転に泣くっていうサムネイルにしとこうかじゃん。ディスクでみんなを睡眠へ誘おうかな。睡眠へ。いや分からない、ディスクアップのあのビッグ音で急に起きるかもしれんけどね。そうやな、はい、まっちゃんはディスクでお願い。とりあえず右入れてほしいなーってね。右入り損ねたって言ったらいいんかな。入り損ねたね。でもああいうことほんまにありますからね、普通でも。いやでも1ゲーム連なんてある？まあこの短時間で見せるマッチャある意味すごいけど。そうでしょ。もうどうせやったら ST 入れようぜっていうね。よっぽど ST に嫌われてんやろうな今日は。好きすぎて。戦利点はへそ2連で時短なので。いやもう、まあ、この仕様がそうやから。まあ時短100回増えたらラッキーやもんな。ついわ今のラッシュ見たかった。まあ、あれが今日の多分最大の引きやと思う。もう無理やろな。だって林ライスさんがこれで 2% をね直撃で引いたらもう、いやもうそうなんですけど、ね、わーってなるよ。まあでも消化早いのはよう分かった。消化早かったな。めちゃくちゃ早かった、なんもなかったわ。 あっという間に駆け抜けたな。やっぱこれどうなんやろね、やっぱこのメーカーさんによってやっぱ特性なんかなね、台のね消化スピードとかも全然違うもんね。遅くてもね、うん、いい台もあるんよ。もちろんもちろんね、うん、はい、振り分けなかったりとかね。そうラッシュは別のテンポ、やっぱバランスよねその辺なんて。林ライスさんはまっちゃんがへそ当たりした時めっちゃ笑ったんやろなって言われてる。めっちゃ笑ってたで。ニヤニヤ、あって言ってたもんね。あ、それって。あ、それへそですって言ってたもんね。ソラヒーで、そうですね、ちょっとデータラブチラって見て、チラって見てたよね。あってなりました。そうそうそう、あの右打ちのランプじゃなかったからね。ちなみにまっちゃんへそで当てて2連で何発やったの。え、何発やったんやろ。多分表記ではね320やから、あの4ラウンドが多分600発ぐらいじゃないの。遅くてもいいだい。金色の悪口はそこまでだった。なんかあったよね、いいだい。まあでも、もうこれもね、やっぱその地域のね、お客さんの好きな、機種によるからな。ほんまに。だからやっぱ朝からね、座ってるお客さんもいてるんだよね。どうなんやろ、あれ、売ってたら慣れるんかな、こう。消化スピードね。新ホイヤーは遅くても許される。新ホイヤーもまあ、エースだけで見たらそんなに速くはないんやけどね。まあやっぱ一瞬に手根号機っていうのがあるからな。近所の一パチでガロ来たけど、この放送を見てから打たんかったって。言ってみて。何ガロ？ガロ。ああ、ガロね。ガロってか、西島工がね。うるせえで一撃万発出たけど、消化めちゃめちゃ遅かったな。まああれ、ST がロング ST ですからね。それはまあちょっと遅いなって感じると思いますけどね。みんな時間効率考えるのほんま大変ね、きっと。なるほどな。あ、地球放流来たよ。こうが好きやけど触ってない、ね、設定差の演出出たんかな。コメントでね、だいぶ前のコメントでもらいましたけど、設定差出てたみたいですね。エヴァ13も2万発出すのに5時間かかったよーってね。あのライトミドルのね、エヴァの身体のやつですけど。そうなんよ。確かにあれも、核編集が割とハマるんでね。
結構時間かかりますね。確かに。いや、まあ、今日の放送爆笑やったやろ。なんか良さそうやん。あ、でも出せやな。ダメだ。示唆出たけど確定は出てない。なかなか確定演出出ないですよ。確定って何？何なんでしょうね。そのセブンの確定演出何なんかが分からへんもんな。ちょっと見ようかじゃん。まあ、この、 あの媒体の方が発表してるやつもまあ確実なソースじゃないんでね、それだけ皆さんあの間違えないようにだって。あんのかな、もう出てんのかな。割と信頼っちゃ信頼ですけどね。もうダメだ俺は。もう使い、もう 最大の引きもやりましたからね。使ってしまったから飽きませんな。さすがまっちゃん、見せ方して。チャンス始まった時にトロフィー終わった、あ、トロフィー終わった時にトロフィーバトル敗北時の画面。一応今出てる範囲ね、これも一応媒体の、サイト見てますけど、まあ、P フラの音はね、これはあの必殺 の、 あの設定付きも同じやったかな。キュインの音が4とか5とか6で設定数ありますよね、確か。特殊。何諦めてんねん。まあ、諦めとるあいつ。何諦め、220回ったもん。220回しました。でも時間も時間やからな。そうですね、もう終わるじゃあ。そうですね。あとたまちゃんトロフィーとかね。あとは大当たり開始画面と終了画面で出現するキャラの組み合わせ。終わりたいんやけどちょっと悔しいんよね俺。 かなり今めちゃくちゃ詳しい。サドンデス行きます。サドンデスちょっと悔しい。あとあのウルトラホークっていうね、あのアイキャッチの時とかに出てくる船みたいなやつね、あれもこう設定したいと。ちょっと今悔しいんよ俺。そうですね、ちょっとこれはね、いやいや、もう引き弱すぎるからちょっとだけサドンデス頼むわ。カイジでさあったやん、悔しい悔しいだがそれがいいっつって。いいんかい。それ諦めてますね。せめてどっちか当てて頼むわ。当てたやん。ラストチャンスにちょっとかけたいね。そうですね、サドンデス行こう。これ多分手入れするとめっちゃうるさそうやな。手入れ、あの手入れそもそもあの扉が開いてますがうるさいから、ね、永遠にあれっすよね、多分なるよね。右マジでお願いと、子守歌の泣きのディスコで。絶対見んやろみんな。あ、じゃあディスク行こうかな今から。いやいやいや、アマデギだってどっちか当たるやろ。いや当たるやろそんなもん。今のところだから初当たりがまっちゃんが2回か。いや3回3回。あのへそ入れてね。へそ入れて。へそ入れて3回ね。で林玲さんが一応1回当たっとうから、まあ1時間の間に一応まあ4回当たっとうからね。なくはない。お、ちょっと待って。林玲さん来た？いや。お、紫やで。うわ。やっぱ角な。これでバーンっていったらいい。角な来たよね。あ、バーンいった。もっともっともっと。え、7救出いいやん。あ、これあれか、連続予告したかな。2次連ですね、これで。おー、セブンが。おー、もう一丁もう一丁。いけるやろ。悔しいですって言われた。悔しいです。アイスライスさん、お願い。これはいったやろ。これ頼むで。もう、もう、おー、あー、まあ、赤なればいいな。あ、赤。もう一人ね、セブン来たら、ね、あのハイパー確定なんかな。アイスライス逆転。いやー言うて、また2位出てんかいっていう。2多いわ、まあ、頭出てこい、ね、出ない。ダメや、あかんやつ。まあ、これはもうさっきの法則は全くないんで。ダメや、割っちゃえ。ダメや。いや、でも、でもユーパチだからね、わかんないよね。あ、白か。白ですね。時短突破がよろしく。僕さっき赤やったもんね、あれ。あ、赤でした。もう期待度2つ半やった。まあ、チャンスアップがやっぱ絡まんと厳しい。まあね、まっちゃんの時はさっきはやっぱ1のその、うん、あれもね、あ、そうそう、高速があったからもね、ないわーって言われた。ないですね、これは。これはない。さすがにないやろな。逆に当たったらもう、分からへんね。信頼度ってラギっていうレベルやもんね。2.5 はハズレ言われてるようなもん。だからね、でも各編中もバトル期待度 2.5 とか言うで、勝って各編っていうのもあるから。まあ緑やな、ね。はい。これはダメやな。大差しなやつです。P フラ頼ますどうで、P フラ今なったら多分もう 2% 引いたってことやからね。そっか、そうなるんか。そう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 。ハイパーあったら白でも当たったけどね。白ね、ハイパーなかったね、確かに。いつも通りやった。いつも通りですよ。
ハヤシライス何してんねん。いや今のはあれやね、チキンライスに変更やな。あ、なんかでもチキンライスの方が美味しそう。チキンライスに改名や。チキンライス、チキンってあれね、あの軟弱ものって意味のチキンでいい、ね、でもね、あのダウンタウンがチキンライスっていう歌を歌ってたから、やってた、懐かしい。あれはいい歌や。あれは泣ける歌、泣ける歌。あれ実話でしたっけ。実は実話ね、まっちゃんの家の実話やったかな。まっちゃんが、あれ牧原さんが、はい、作曲、そう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 、で、まっちゃんが作詞か、作詞したよね。今日は寝かせない放送ですか。まあ明日休みの人も多いでしょうからね、ちょっとお付き合いいただけてもいいかな。いやいや、ちゃうねんね、当たってたら別に何もすぐ終わんねんけど。いやもう当ててるんやけどな、僕に至っては。おー、ハヤシライスとか一応当ててるんですけど、1回だけ。1回やろ。お前、時短突破渡ってるとは思いませんって言われそうやから、もう何とも言えない。チキンライスでええぞ。いや、だって2人の引き悪すぎるもんって言われた。そうっすね。いや、リアルそれは否めない。やめない。え、僕の引き悪くないでしょう。ある意味、笑い的にはおもろかったけどね。1ゲーム連したんすよ。ちなみに ST 入れてない時点で当たってないから、ね。いやいや、そんなことない。それはまあ、でも正直それはハードルが高いな。今回の台に関しては、やっぱ時短突破、ほんま、やっぱね、時短突破の機種って、めちゃくちゃ荒いもんな。そう。リコちゃんではこれやっぱあれやね。設定位置きついな。きつい。うん、やっぱとそうやな。まあ普通の言う場ですけどね、設定位置やったほんまに。でもやっぱちょっと設定入ってないときつい印象はあるな。まあ、まあ、その確変継続率も変わりますからね。そうそうそう。いや白飯さん 2% 早よって。当てれんかったらただのライスでお願いします。あ、もうそうですね、白米ね。 ST 入るまで終われ待って。2人座ってる台変わってみたら。あ、そうします。言うてるけど、ね、1やん。1やから、はい、ああ、これね、発展すればいいんか。なんやけ、なんか以外やったら。でも紫保留やけどな。エレキングやったっちゃうわ。エレキングちゃう、エレキングが違う、なんやけ。あ、これ林さん、これまた当たるんじゃん。ハイパーなんとかや。ハイパー来た、うん、これまた、え、あれやんね、エレキング以外やったらいいんちゃう。そう、このまま当たるんじゃん。知らないか。ですか。いや、ある、あるで。で、発展やな。エレキングいたらあかんねんね。エレキング以外やったらええってことですね。はいはい、そう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 。あ、行くやろ、それ。エレキングちゃうやろな、ここで。いや、それ、逆に持ってる。いやいや、ありそうやもん。あー、ダメやな。出てこんな。キング城以外。どっち。あ、そうそうそう、キング城。キング城やね、ごめん。キング城以外やったらいいんやで。いや、キング城ちゃうやろな。え、いや、あ、これキングジョーじゃないん、これ大丈夫です。止めちゃうかった。ナース。あ、よかったよかった。ナース。あ、じゃあこれ当たり。朝倉じゃあ当たり。え、これキングジョーちゃうの。ナースでいいの。いや、ナースよ、これどっちっすかね。ナースほら。あ、よかったよかった。じゃあ、え、じゃあ当たり。さっきの法則がほんまやったら。違う、あの、当たりではない。熱いって言ってた。熱いだけ。さっきのコメントを信じるならね。朝倉やん。朝倉ナース。まあ、さっきのね、発展前がナースやったから、そのままナースで行ったんやろな。ただ、ほんまにこれで当たんの？いや、わからん。ちょっと謎ですね。弱いよね、でも。ちょっと弱いよね。でも、僕もさっき弱い感じで。まあ、当たったよな。カットイン緑やったけど、当たったからね。お、あ、赤か。赤やん。当たるんじゃん。あ、赤保留になったわ。わあ、当たるやん。うん、やっぱ熱いんや。まあ、いや、マジか。いやいや、復活あるっしょ。当確ですよって言われてるけど。え、復活？あ、復活？復活やんな。え？あ、あれ？え、待って待って。ああ。え、復活やんな。あ、復活や復活。風出てる、風出てる。ああ。え、風？風出てます。あれ、風ってこと？あ、SOS 入った、まっちゃん。あ、見てなかった。もう見とけ。自分の台見てなかった。え？風ってこれ、過去編とか関係ないのか。当たりなだけ。今風で出た。え、2% 引いたとこちゃうよね。でも、あれか、P フラなってないもんな。あ、まっちゃんの台はタイマー来たよ。熱いよ。あ、熱い。あ、じゃあ全然見てなかった。え、だって SOS ゾーン入っただけで熱いからね。でも、とりあえず当たりはね。当たったね。よし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 。これで俺も当てるから。あ、お願いします。お願いしますね。全然今、棒読みやったで。ST やったら7に変わるんじゃない。セブン、わかるんかな、これ、林ライスさん。いやー、どうなんですかね。1、
マッチャン、アルティメット来そう。あ、ハイパー来た。今んとこ SOS ゾーン、ハイパー2つ、激アツ来てるよ。いい感じ、いい感じ。さあ、頭出るかな。林さんは、あれ、エアワイブはあんま関係ないんかな。ただの復活しさかな。よし、技術さんね。そうだ、外れた時にポポポって出たんで。ねえ、あれ来たらなんかもう、ねえ、過去編っぽく感じるよね。あ、関係ないんか、セブンジャニーじゃんね。あ、頭は出なかった。出ない。なんか急にまたほら、2台忙しくなったね。まあまあちゃうの、僕の台。まあまあ、ただ緑保留がめっちゃ気になるけど。あ、変わった変わった。これで、あ、紫か。赤いって欲しかったな。今日の放送で分かったのは1点重さは熱い。そうですね、その、何だっけ、キングジョー。白文字か。キングジョーがね。セブンおもろい。白文字でしたね。まあ、あの最近の言い方の中ではいいよね。ビラ星人。ビラ星人。2.5 大丈夫？めちゃくちゃ弱そうなのに。林林さんはさっきのこうパンチ演出は、ね、横が赤やったらチャンスみたいですね。まあ、どうやろう。まあ、SOS 経由してるし。まあ、言うて言うパチやし。どうなんや、 50% ぐらいありそうやけどな。さあ、これもう2人ともラスちゃんなような気がする。緑緑やまっちゃん、怪しい怪しい。お願いお願いお願い。あーわー、やったマジか。ビラ星人 VS ナース。俺も復活、俺も復活来い。え、プププププってプププププププって、あ、来ない。プププププププ。あ、来た来た来た。ほんまに来た。ほんまに来た。やったやった。ほんまに来た。やったやった。二人。二人、あの時短合わせて、あの40回ずつあるからちょっと頑張って。じゃあ先入れといて、俺も入れるから。よしよし。あ、ちょっと待って、星4つ。お、いいよ。イカルス星人。いいよいいよ。ちょっと期待しすぎるとね。あ、そうそうやね、そうやな。これ弱攻撃やったらもろた。熱いよーって言われてますよ、林さん。あ、でもチャンスアップがないか。ちょっとないですね。いやー、もうこれ時短で星4外したらもうほんまへこむよな。へこみますね。いや、いいわいいわいいわ、来い。あー、これ今じゃない。あ、いいわか。あ、違うわ、強攻撃や。強そうやな。うわー、当たったよー。強えな、星4。プププないか。プププププないな。ないっすね。うひゃあれ、これワンチャンやったんかな。わーわー、言うて言うパチ。イカルス星人ってセブンの味方ちゃうかったって言って、そうだ、そうなんですか。さあ、これで2人とももう時短入ったんで、オッケー、どっちか渡るはずはず。絶対入れる、絶対入れるから。あ、でもファイスライさんのではえらいなんか荒ぶってんな。ほんまやな。ああ、いいやん。なんか、調子良さそうな雰囲気が。もう星4で外したら何で当たんねんって言われた。エレキングはないな。エレキングないですね。だから、あの、俗に言うお詫びみたいなのあるかもしれない。さあ、今、どっちも一応時短なんでね。星はあんまり関係ないよね、実体験は。当たるときすんなり当たるけどな。さあ、どっちか当たるか。弱攻撃ない星な。あ、これあれか、強攻撃やな。ミクラス、よう当たるなセブン。避け方知らんのじゃん。避ける気ないですね。誰か教えたって。よし、青保留とりあえず。さあ、緑来い、緑来い。とりあえず2人合わせて80回からランジダン。あ、ダメか。ミクラス、ド M なセブン。ここでね、ほんまピーフラになったらな。そうやねんな。かっこええな。え、青保留ですね。青保留。これ時短で当てた人はどの演出で当たったとか教えてもらいたいね。緑は弱いって言ってましたもんね。さあ、バトル発展しない。はい、もうこれ抜けたらやめよう。抜けたらこれはもうダメや。もう無理やと思う。もうダメや。
さあ2点。オッケー。とりあえずバトルはいった。キュインキュインとか赤ウルトラ先読みが来たら当たりに絡んでましたよ。やっぱその辺やな。このまっちゃん時短挑戦としては3回目になるのか。はい。お、なんか同行版。関東ではプレミアム来た。あれかな、カスタム手段かな。あ、やばい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 。電気来た電気来た。強そう。うわ。よう当たるな。避け方知らんのじゃん。もろい。基本赤待ちですよ。やっぱそうやな。そうやね。いやまあいくら熱くても外れるとき外れるからってね。今日あの鼻でキリン柄に金文字をここリバフライ3回連続で外れてきた。マジで。それはやばい。あの鼻恐怖症なりそう。あ、キングジョーもこれ強攻撃っすね。キングジョーボコボコやな。いやもうほんま死んでもおかしないレベルやでこれ。あーやばいやばい、あと6回。そしてまっちゃんあと16回。セブン負けすぎなんかわいそう。黒保留来たね。黒保留これどうなん。ダメなのかな。あれさ、何も言わんくなったの。ダメこれ、黒を保留。そっから変わらんとダメですね。ダメ。プププププププ欲しい、プププ。あーダメっぽいな。今、とこ攻撃全くらいやね。いや、ほんまに。ボコボコっすよ、ボコボコ。チャンスねー。あー、終わる。あー、リーチにもならへん。でも、林さん、あと残り4回あるから。それで今のうちに痛めておきます。そうよね。わかんないよ。バトル行っても対戦相手強いもんな今回ね。黒は 3% ぐらい。マジか。そりゃはもう。お2点。さあバトル行くか。あー行った行った。おキングジョーかな。あ違う、何やっけ、メトロンか。まあさっきの同行版赤とかやったら扱いかもしれませんね。バイト終わりでこんばんは。とりあえず弱攻撃。いや当たってくれ。メトロンに負けんのなんか嫌やな。なんか出ろ、なんか出ろ。お、あ、青。青か。いやもう弱攻撃しかもう待たれへんわ。弱攻撃なんやっけ。岩岩星読んで外した時点でないですね。あかんわ、ダメや強攻撃。いやでも分からん、分からんよな。うわボコボコやん。ボコボコ、やばいな。ダメだ今日。右打ちのあれね、引っかかりちょっと悪いね。引っかかりが悪い。ありがとう。当たってほしい。キングジョーはセブンが倒せなかった怪獣だから、ね、時短残り5回でリーチって仕事人みたいに熱いんかな。いやーあんまり関係ないんじゃないですかね。フルボッコ、もうヒーローやめた方がいいよね。でも見せてくれるときは見せてくれるんじゃないかな、このセブンもね。さすがに引けなさすぎてかわいそう。もう哀れみ、哀れみコメント。こんな引けないんかな。いやもう今日は右打ちのあれやね、やっぱ引っかかりが悪いね。なんか出ろ。でもチャンスアップないもんね、全然下。いやわかんない、最後までわかんないよ。でもね、あ、岩じゃないんこれ。あ、岩。あ、岩や。ちょっとじゃあ、まっちゃん。弱攻撃これ。弱弱。ただ、星にやけど。直撃。顔面直撃。死ぬわ。もう、ボコボコ。むしろあっちのが強攻撃なんじゃないかっていう。多分ね、まっちゃん、今のがその高設定したのあれかな、画面かな。あ、なんか飛行機みたいなふわーって出たでしょ。あ、そうなの。結論、星にの岩は強い。そして痛いと。あれは痛いぞ。いやー強攻撃より痛そうやったね。多いって。いややっぱ星2の岩はねあかんのでしょうね。2部落としたで。これラスト回転でリーチとかやったらね、熱いとか昔あったけど、まあちょ、まあガセかな。時短 40×3 回100回を1回で ST 入らずでした。終了。まあまあちゃんあと4回あるからね。一応、電サポ保留があるけど。
岩も喜んで受ける。ド M やね、セブンって。初当たりがじゃあ一応2人合わせて6回ぐらい。ああ、そうですね。悲しいなぁ。悲しいなぁ。多分むちゃくちゃ硬い岩やったんや。ダイヤモンドぐらい。岩直撃は痛い。ああ、終わってしまう。ピーフラピュンピュンとかないか。もうやっぱ今日のまっちゃんの引きはあれやったね。やっぱあのへそのあそこが全てやったな。 1M ラインやったね。あー ST 見たかったね。またじゃあどっかのね放送でちょっとウルトラセブンやりたいと思います。パンドの目がどこ向いてるか未だに分からん。確かにあれどこ向いてるか分からへんこと。当たれ当たれ当たれ。むしろ 1M ラインなかなかないからな。そうよ、なかなかないよ。あれサムネにしてもええぐらいやな。ない。もう、店長、往生際が悪い。もう。まあまあまあ、初当たりは引けたけどな、なかなかやっぱ時短トップ化型は大変やな。お疲れ様。してみたかったね。まだ ね、どっかの放送でちょっとやるわ、じゃあ。ね。明日はちょっとね、窓曲げのスロット出てたからね。はい、ということでお疲れ様でした。まっちゃんがもう、天を仰いでる。はい、今日じゃあね、パチンコウルトラセブン2ライドバージョン次第しましたけど、はい、いかがでしたでしょうか、はい、お二人さん。いやーすごく面白かったですね。まあまあまあ、あのつけよ、まあ、まあでも展開的にはね、あのまあ面白い展開だったと思います。ちょっと ST がちょっとジリジリしたけどね。そうね、それもまあ時短突破 の特徴なんでね。対戦おもろかったね。1ゲーム連はジャグラーなら歓喜なんだけどね。いやもう本当に、まあでも面白かったです、ね、まっちゃん大東の頃より背伸びた。背伸びましたよ。背伸びた、うん、今193ぐらいかな。あ、そう、じゃあ林さんもうちょっとでかいってこと、うん、ね、2メーターあるってこと。約2メーター。そうやね、まあ、元 NBA プレーヤーなので。噛むな。噛むな、うん、はい、まあちょっとね、あの弱攻撃でも当たらんってことは分かりましたんで、はい、皆さんも過度な期待は注意してください。星4でも当たらないですね。まあでもね、店長この台ちょっとあの注目してたということなんですけど、うん、まあ面白そう。いや、おもろいはおもろいんでしょうね。まあやっぱ、ね、その面白さをね、うん、まだ ST 入ってないから、うん、あれやけど。そうですね、うん、でもちょっとやっぱ厳しい印象は受ける。その ST 入るんが40回。まあ本当にあのコメントありましたけど、やっぱ無限討論にちょっとやっぱ近いですね。うん、うん、まあまあ、一か八かみたいな。その1、まあ、もうその1回当たった時がもうほんま次の時短が勝負ですもんね、うんうん、そう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 。時短入ってからはまあやれるんでしょうけど、うん、もうほんまそこだけですね。まあでもそういうのは今あっていいんじゃないかな。そうだね。であとはやっぱちょっと高設定じゃないと厳しいんちゃうかな。そんなことないんかな。まあ今日ね、高設定した出てましたけど、うん、ちなみに今日設定何倍やったんですか。今日は、4と2かな、うん、あ、4と2で、うん、林さんの方が2やったんかな。じゃあそうね、で、マッチャーの台は一応高設定っぽい示唆は何回かは出てたから、まあ、あの、出やすいのかな、うん、さっきコメントもらいましたけどね、面白そうやったと思いますよ。今日ちょっと6にすりゃよかったな。いや、私今日の引きやったら6でもあかんかったような気すんな。正直ダメかな。うん、あまり劣化2でも似たような感じだったってね、まあ、セブンがド S なら喜べる、ド M なら涙。6打ちたいな。6のセブン打ってみたい。そうですね、まあ、どんな感じかね、うん、それでも時短引けへんかったらもうほんまに引き悪いってことですから。そうそう、ね、はい、まあ、その可能性も全然ありますんで、うん、まあ、あのウルトラセブン2ライトバージョンね、戦利点3台ありますので、うん、ちょっとねプライベートでも打ち込んでみようかな。そうですね、私も思えるような、うん、あの最近ちょっと私 U パチ触ってなかったんですけど、このセブンはちょっと面白そうなんで、うん、ちょっと私もちょっと触ってみようかなと。もうパチンコ自体もかなり触ってないんですけど、もうディスカッパーやもんね。ディスカッパーやから久しぶりにちょっとセブンやってみようかな、うん、いい、ちょっと打ちたいなと思った感じですね。そうですね、久しぶりに。ぜひあの3台ありますんで、まあ、あとね、はい、新台のじゃあお知らせも最後じゃあしてもらおうかな、はい、うん、じゃあどっちかお願いします。新台まっちゃんいきます。新台はぷい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 ゴジラ。ぷいぷいね、ぷいぷいか、うん、ぷいぷいゴジラも入ってるし、北斗エイト、はい、覇王ね、覇王と窓曲げ反逆、はい、あと17日からですね、あとは。そう、あとシャアと鬼武者、はい、うん、まあ2台ずつなんですけど、はい、入れてますので、あとスロットもね、
ビンゴのスーパービンゴの信頼と、なんとラブジョーのね、信頼、ついに。ラブジョーはニコ生映えしそうですね。好きな人、あの初代好きな人多かったですけどね、まあ、2がちょっとどんな感じか分かんないけど、まあ、でもね、あのスロットの、まあ、専門店とかの放送もあるんで、そうそちらでやるんじゃないかなと思います。まあ、17日からやって、やっぱみんな逆襲のシャアなんかな。シャア良さそうですからね、なんか、まあ、スペックはね、あの三協さんお得意の、スペックになってますんでね、うん、まあ、ぜひ戦利店ももう信頼まだね17日からの稼働開始になりますんで、そう、ね、ぜひご期待いただけたらと思います。はい、ということで、キコラチャンネルね、明日が生田川からの放送になりますので、はい、またぜひ明日はあの窓曲げの、反逆の物語のスロットを打つというふうに聞いてますんで、うん、明日もぜひ見てください。はい、ということで、はい、本日は、まあ一応当たったからな、一応もう ST はもう見せれんくて申し訳ないですけど、一応当たったんで、そうね、今日はちょっと罰ゲーム回避ということで、はい、すいません、ご了承ください。はい、お願いします。はい、ということで。僕は今からディスカップ打ちますんで、個人的に。じゃあもう Twitter でこう上げといて、ライブ配信やったんじゃん、こうやって。ビッグ、D89 ビターまたできるのかってね。そうそうそう、またまあ、そういうのもね、こう信頼がないときはちょっとやりたいなと思いますので、ね、はい、ぜひお付き合いください。はい、じゃあこんな感じで今日は終わります。はい、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。それではさよなら。おやすみなさい。バイバイ。いつも生放送動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。もし面白かったまた見たいなと少しでも感じてくれたらグッドボタンチャンネル登録お願いします。それでは明日も良い一日になりますように。またねー。